どうもカマです。ラフト実況パート27やっていきましょう。前回大引っ越し大会を開催しまして、この会場部分のね、地上1階会場1階の部分はかなりシェイプアップしましたね。しかも全て土台アーマー装着しまして、もうサメに襲われることはなくなってしまいました。嬉しいような寂しいような、そんな複雑な気持ちです。で、上の方にいろいろとですね、物を全て持っていけるものは持っていきましたということで、こちらの、1階と言いますけども、1階には、冷蔵庫、ちょっと食材まだここに移動できてませんけどもね、冷蔵庫だったり、調理系というかね、普段の生活を送る系の、家具とかをですね置いています。水もここにありますと。下からね、水パイプを敷いて持ってきました。そして2階の方はイカダの運転とかね、あとはリサイクラーだったり炉だったりとか、そして燃料を生成したりとか、そこら辺をやっておりますということで、機械室みたいな感じかな。はい、まだねガラ空きだけどね、ちょっとでかく作りすぎた感正直ありますね。はい、はい、で今回ね何をやっていくかというと、形はもう出来上がってきましたが、唯一最後にやっていないことがね、もう何度同じことを言うんだお前はという話なんですけどもね、ここに暗くなってきたね、牧場を作ろうかなって思っていますよ。はい、牧場を作って、動物をですね、こういう大きな島に住んでいる動物を捕獲して連れてくるということをですね、やっていきたいなーって。なんか輝いてるね。これはなんだ。ああ、下のあれか。明かりか。この明かりが漏れてきてるんだね。いい雰囲気を出すよね、このランタン。そう、だからね、そういうランタンをつけたりとかね、そういうこともやっていきたいんですけどね。やりたいことはいっぱいあるのよ。この、部屋で仕切ったりとかね、壁で仕切ったり、そういうことも本当はやりたいんだけどもね。もうね、人生の時間は有限だから。なかなか時間が取れないと、やれることをやっていきますということで、今回はメインは、そこの牧場をですね、ここの一番上に作るというところをやっていきましょう。牧場に必要なのは何かというと、これか、草地。水をやって草地にし、動物に餌を与えます。ダーと熱いたプラ。はい。もう、イメージするままに俺はやっていきますから。よろしくお願いします。こうやって高さ半分の階段を作って、ここに上げ底を入っておく。横棒を置けばここに、はいはい、置いていけるもんね。でここに草地をこうか。あ、そっか、水が必要なのか。おー、水がないと草生えねえ。これか、スプリンクラー。作物に自動的に水を与えることができますね。ただし、バッテリーがないようです。あ、バッテリーをつけなきゃいけないのか。ほー、なかなかのコストだね。じゃあ、そんな、めちゃめちゃでかい草地を作っちゃうと、運用大変だよね。バッテリー、バッテリーさ、チタン使って、でかいバッテリー作ってもいいんだけどさ、いずれは充電しなきゃいけないからね。いっか。あとのことは後で考えようぜ。試しに1個。ん？これどうやってんのこれ。あー、なるほど。そこの上のシャワー部分から水がプシャー出てるのね。こんな感じ？あ、なんか書いてある。この 3×3、9マス。あー、なるほど。これを含めて、ここら辺まで来るんだ。意外と狭い気がしませんか？この範囲ってことか。あ、しかもそうか、水つながなきゃ。はあ。ここのアウト側からまたつないで上行かなきゃいけないんだ。ここからこう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 か。うん、つないだ。でここにバッテリーを、ここ、はい、なんか、おお、すごい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 。おう、これを多分繰り返してくれる感じだね。じわじわと、草が育っていくと。あ、でもそんな感じなのね。なるほどね。だ
としたらこれもう一個そっちにこう作るぐらいでおしまいかな。おしまいなんて言葉を俺は使いたくないけれども、あーでもしゃあないよな。打算もね、妥協も大事だからね。2箇所牧草地を作りました。こっち側ね、スプリンクラーがスクラップがなくて作れないので、スクラップ取りに行きたいんだけど、この島のスクラップは全部取り尽くしたんで別の島に行かなきゃいけない。ただですね、大きな島には鳥っていうか動物がいるじゃないの。そいつをやっぱりもういいだろうゲットしていいだろう。これだ、ネットランチャーとネットキャニスター。あ、いけそうだね。作ろう、捕獲しよう。ほう、こいつをぶっ放すんだな。あ、いる。お前だ、お前。こいつ早いからな、難しくねえか。はっ、あ、やった。あっさりゲット、運ぶ。おおー、すげえ。あらららら丸焼きにしてもうまそうだな。名前変更できるけど、トリニック、はい、お前は今日からトリニックだ。あ、すごい、ちゃんと名札に名前ついてる、トリニック。確かこの名札ってこいつを勝った後に倒すと名札が残って、あの壁とかに貼れるんだよね、トリニックって。おっ、これちょっと待って、上連れていけなくないですか。マジで言ってる。こうやって連れて、あ、はしごならいけるんだ。くそー、こんな罠が。よし、 OK、 よしちょっと待っててね。ご飯とか多分ないよね、これ牧草がないとやばい気がするんだけど、ちょっとスクラップを求めていきましょう。ちょっと上に連れてこなきゃいけないから。あとあれだね、これ弾薬切れってなってるから、このネットキャニスター、これを発射するんだね。ネットランチャーからネットキャニスターを、これはだから消費するんだ、一発ごとに。よし、はい、サバン。あ、すごい、卵産んでる。卵産んでる。お前元気か、大丈夫か、まだ大丈夫か、無事か。ちょっと弱ってるような気がしないでもないけども、ちょっと早くあれだな。今スクラップ取ってきたので、待ってろー、今連れていったからな。ここか、ここ穴開けても大丈夫かな。開けちゃうわ俺も、知ったことかー。ほら、はい、ここは何もないもんね。 OK、 うわ暗いな、暗いけどもうちょっと寝てる時間も心配だから、よし連れていくぞ。オッケー、最高、よっしゃー。待ってろ、牧草地がある、いいとこがあるんすよ。ほらほら見てください。あれ、こっちもスプリンクラーないけども、あ、雨降ったからか。参考に話してやるよ。ほら、落ちた、速攻落ちた。ちょっと待って、速攻落ちるな。ここちょっと待って、柵を作らないといけないね。柵、速攻落ちんな。よし、とりあえずこれで一匹確保。で、まだ少ないよな。もうちょっと欲しいよな。なあ、トリニック。今、ポカって言ったね。コケー、ポカって言ったね。卵産んでませんか？あーった、卵。よっしゃ。卵で確かなんか研究できるはずなんだよな。これだ。空の水筒。あ？これは違うや。これはお店で設計図買ったやつだね。装飾厚板と空の水筒。へえ。これやりましょう、研究。水筒はすげえいっぱい水入るんだね、いいじゃん。あと卵を入れると調査する。はいはい、あ、これで軟膏がやっと作れるのか。はあ、あとはこれだよ、羊毛。羊、なんかアルパカっぽいのいたよね、あいつらだと思うんだよな、きっとな。水筒作ってみようか。はい、どんぐらい入るんだ。ん、10回分ぐらい入った、すごっ。今まで
このボトルを2個使ってたけどもういらないね。水筒1個でいいわ。超便利じゃん。あとこれだ、装飾厚板。これなんだろうね。厚板10枚で作るの。いいよ、作ってみよう。装飾厚板。ちっちゃくない？なにこれ。なになに。あ、すごっ。おー、なるほどね。角度とか長さを決められるってこと。ほー、あ、これは楽しいね。こうして、あー、これじゃ届かないのか。でも一回こうやって、もう一個こっからこうつなげればいいわけだよね。おい、いいんじゃないですか。ありありあり、全然あり。よし、もう一つの牧草地にもスプリンクラーを設置しました。あー、バッテリーか。バッテリーも置きますと。で、ちょうど今、新しい大きな島に着いたので、ここでまたいるでしょ動物さん。今度は羊毛欲しいね。いたさあ、こいつは羊毛くれそうな気がしませんか。はい、よし、あはって言った。あー、ごめんね。困った顔になっちゃったね。大丈夫、好待遇です。非常に好待遇で君を飼ってあげるから。まあアルパカっぽいけど羊ってことで、ヨーニック。はい、よし、ヨーニック行くぞ。はいはい、お前はここだ、ヨーニック。あ、もう早速これ毛刈りができんじゃない。やろうやろうやろう。さあ、はいん、はい、おお。ツルツルだったな。美肌じゃん。で、おお、羊毛だ。やったー、ナイス、羊肉。研究研究、これを調査することで、皮のすね当て、あ、防御力アップ、ボディーアーマー、ヘルメット、そして来ました、大きなバックパック。これ絶対作りたい。やったね、大きなバックパックはマジありがたいな。とりえ、はい、あ、外した。あー、これはもうゲットできないのか。いや、これは回収、あー、できない。そう、いや、でも鳥は正直そんないらないんだよな。もう一匹アルパカ欲しい。いないかな、どっか。他にはいなかったけど、また毛を枯れたりしませんかね。あ、いけるいける。あ、結構ハイスピードで枯れるね。めっちゃ生えるじゃん。よし、いいぞ。でもあいつな、倒しても多分肉になんないんだよな。前確か一回倒したことがあったよね。でも肉にならずに消えちゃったんだよな。ちょっと美味しそうなんだけどな。わあ、大きなバックパック、羊毛10個も必要なの。すげえ、今ウキウキで作ろうと思ったら10個か。これはやっぱもうちょっとアルパカ欲しいな。いないんだもんな。もう仕方ない、別の島行こうか。お、こいつはまだ知らない。でもちょっと難しそうだな、動きが結構不規則だ。いくぞ。結構遠くからでも当たる気がするんだけどな。うわ、すごい動きするんだマジで。狙いを定めろ、俺ならいける。ここ、よし、だー。運ぶ。あ、かわいい、ヤギですね。非常食。はい、よし、お家へ行こう。君の新居は案内するよ。こいつも毛が取れるのかな。よーし、さあ仲間だぞ。ヨーニック、そして非常食。ん、あ、そうか、こいつはミルクか。そうだそうだ、確かミルクもあったよね。バケツ、はい、バケツ。おお、バケツ入り牛乳。ほう、これは研究できるのかな。できたら嬉しいな。あー、残念、
これはできない。これ確か料理に使えるんだよな。あ、そうそう、お頭のだし汁、これミルクだよね。すげえインパクトだな。これを、入れればいいのかな。あ、ツイッターが必要か。ツイッター入れて調理開始。はい、明かりをちょっとつけてみました。あ、いいね、おしゃれな感じだったんじゃない。で、お頭のだし汁、まるまんまはちょっと趣味悪いよな。せっかくだから食べましょう。いただきます。おお、すげえ回復した。何このレシピ、俺知らない。サメのディナーだって、初めて見た。サメ肉に、これちょっと作ってみたいな。え、まだ知らないレシピがあるなんて。奥が深えな、おい。でもアルパカはもういなかった、ここ。アルパカあれだね。あそこにいたよね、バルボア。バルボア行っか。おぉ。敵のかけら。これなんか、何個か持ってるけど、なんか確か組み合わせられるんだよな。あ、これこれこれ。これ3つぐらいこう組み合わせられませんでしたっけ。あ、まだ1個足りないみたい。今調べたらもう1種類あればなんかトーテムポールできるって。あと俺サメのディナー作りたいからちょっと協力してもらっていいですか。お願いします、お願いします。ディナー誰、ほら、よし、サメのディナー。どんな感じ。3人前ほどある量、1人で食べられますかだって。めっちゃ腹膨れるってこと。よし、腹も減ったし食べてみようかな。サメのディナーいただきます。おお、回復するね。いいよいいよ。これもっと作りたいな。もうサメ肉がない。サメの養殖したいな、囲い込んで。はい、バルボア到着、到着です。とりあえずここで、よし。おお、やっぱり背が高いイカダだとこんな感じになるんだね。いいね。いないかな、アルパカ。アルパカ、アルパカっつうか、ここクマいるよね。あいつら結構索敵範囲広いからな。気づいたらそばにいてびっくりするんだよな、俺。毎回びっくりする。あー、いたけど、これはヤギだ。ヤギはいいや。今は羊毛の方が欲しい。まあ、かといって羊毛もすげえそんなたくさん使うかって言われると、正直そんな使い道ない気もするけどね。大きいリュックサック。あれを作っちゃったらそんなにいらない気はするけど、まあでも牧場の見た目をね、にぎやかにしたいなーっていう思いが。まあそういう意味で言うと、でも、いた、あれだな、ヤギも捕まえとくか。よし、ゲットです。ありがとうございます。アルパカいねえな。あれいなかったっけ、バルボアって。いや、いたいた。あー、鳥がいる。鳥か。まあ捕まえとく、捕まえとくか、記念にな。よいしょ。はい、ちなみにこいつ水中で運ぶのやめたらどうなんの、これ。あ、浮いた。浮いた。おお。あー、でも移動はできないんだね。分かった、しょうがないな。責任持って俺が、お前が命を全うするまで飼ってやろう。もしくは俺が食べるまで。フライド予定チキン。はい、よーし。お、いいね、色違いで。これ繁殖とかできるのかな。ぎゅうぎゅう詰めにしてみたいんだけど、ここ。いやー、広いからつらいな、これ。これだったら普通の大きな島の方が探しやすかったかもしんない。クマもたくさんいるからな。あの影良くない、すごい飛行船っぽい感じする。風力発電がいい味出してるよな。バルボは諦めました。つうか、もうあの1匹のアルパカだけで、あと1個羊毛取れれば大きなリュックサック作れるから。よし、これで、
作れるでしょう。バックパック、今普通のバックパックが合計25個持てる。これが大きなバックパックになると、おお、30個か。いいじゃん、5個増えただけでもだいぶありがたいよ。ちょっと地味だな。なんか普通すぎる。もうちょっとなんか工夫したいな。ちょっと一回変えましょう。なので君たちちょっと一回いいかい、改装中はここにいてください。よろしくお願いします。お待たせお待たせお待たせです。ごめんな、だいぶ時間経っちゃったな。おい、どこ行った？さらに下行った？あ、もしかして落ちた？下にいる？え？あれ？あ、いた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 、ヤギいた、ヤギいた、ヤギちょっと待って、ヤギ待って、はいはい、そうか、下落ちちゃったか。もしかして海落ちたやついるかもしんないな。あれ、海落ちたらこれもしかしてサメのご飯になったりしますかね。そんなえぐい感じになりますかね、これね。あ、いたいたいた、ここにいた。あ、よかった、一匹いなくなったと思った。よし、全員いた、よかった。餓死もせずなんとか生き延びてくれました。よし、はい、うん、これどうですか、なかなかいいんじゃないかな。ちょっと見晴らしいいでしょう。うん、これを飛行船の牧場ということにしたいと思います。スプリンクラー3つか。まあちょっとね、まあそんなにね、電池もね激しく減るわけじゃないっぽいので、はい、まあぼちぼちとね変えていけばいいかなと思ってます。はい、ということで、ちょっと今回は完全にもう牧場しか作ってませんけれども、一旦これでおしまいにしましょうか。ちょっとごめんな、時間がねなかなか、最近取れなくてですね、やっぱラフトはね材料集めとかすげえ時間かかるからね、うん、次回は色を塗りましょう。飛行船に色を塗ると、あと色を塗るだけだとちょっとあれなので、あ、でもわかんないね、色を塗る、その色を準備するのにすげえ時間かかるかもしれないけど、まあ、もし可能であればね、それで時間がまだ余るようであれば、部屋を作っていきたいですね。はい、こういうリサイクラーとかね、炉とかあるところをこう作業部屋として1個の部屋にする壁作ってね、でここを渡り廊下みたいな感じしてさ、そういうことをすると結構中身が見た目変わるんじゃないかなと思うんだよね。そういうことやっていきたいな、できればと思っています。すごい出っ張ったね。あ、こんな出っ張った。お、まあまあでもこれはこれでいいと思いますよ。うん、なんかね、いろいろ魔改造していきたいですよね。はい、ということで、じゃあ今回ここまでにしましょう。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。